お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、クラン対戦の方のをやっていこうかなと思います。で、クラン対戦の方って何みたいな、なるかもしれないですけど、ここですね、今、クラン対戦の、ま、機能があるんですけど、僕が所属している ジェンコが、これなんですよ。グローバルで10位で、ま、ローカル10位で、トロフィー4000で、結構、ま、日本で一番クラン対戦を、クラン対戦。がまあ強いチームということで、そちらの方の試合をですね、まあ紹介していくというか、まあ自分の試合もなんですけど、やっていこうかなと思います。はい、というわけで今回のカードがこんな感じなんですけど、まあコウモリがカンスト、ヤナアメがカンストで、ハンターがカンストで、結構やっぱユニレベル高いの使いたくて、アイスイズもカンストしてます。で、これですね、この外役デッキがまさかの、まあ、ウッドはなかったんですけど、その代わりに雪玉入れて、まあ、レベルが、カードが揃ってるんで、これを僕は使おうかなと思います。で、なんですけど、多分、こんな感じで、クラン対戦が始まると、同時にまあみんなでですね、いろいろで共有して、ですね、なんで、クラン対戦の勝率が悪い人だったり、苦手な方は、こういうのデッキをパクったりして戦っていますね。で、いやー、どれ使おうかな。でも、これ使いたいんですよね、自分。これ。これ使いたいんですけど、いやー、何がいいんだろう。この子が、スペルがないのはしんどいですね。ウッドザップがないんで、今回。いや、面白いな。このクロスとかも強そうですけどね。みたいな感じでやっていきます。いや、誰が行くんだろう。誰も行かないのかな。今はですね、テンゴットに、お、OK。そうそう、テンゴットに、ケンツに、池田翼にみんなログインしてるんで、今からその人たちが行くみたいなんで、まあ、その試合を見た後にですかね、あ、ケンツ飯が行きました。この試合、これともう一人誰か行った後にですかね、行こうかなと思います。いやー、これは応援ですね、応援。いや、マジで勝ってほしい。本当に。頑張れ。ケンツはクロスボウ。多分クロスだと思います。ゴブリン。相手は縦線7。まあ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 。で、コウモリにクロスですね。ケンツは。で、相手が、ホバリング。おー、いや、しかもこれ、あー、いい !5! いい。美味しい。これ美味しい。ふーんで、いやランパ、いや、ゴレだったらしんどそうやな。けど、インドラ入れてるかな。インドラ入れてたら、いけそう。おいしい、いや、タイミング完璧。たまたま、これは運がいいのかわかんないですけど。これ守れ、守れ、守れ。これ守って、マジか。エリポンにロケットか。しんどいな。しかも、ホバリングあるんで、いやー、これなかなかしんどいですね。このエリポン分の後がやばい。で、だから普通に見た感じゴレっぽいんで。これさては負けたくね？さては負けたくないですかね？だって。いや、やば、ゴレたくねえやん。いや、これ、防衛で。いや、でも相手のダクネが3ならばちょい助かりです。いやー、これやってね。これクロスもう一マス右がいいっすね。ファイボー。OK、しかもダクネも、うまい。しかもコウモリ伝え。おお、いい防衛。いや、今の防衛うまいっすね。でも、これですよね。これファイボー。いやー、しんどいな。ゴブリンも届かない縦線で。いやー、やばい。これさては、ケンツメシの負けを晒す配信になるかもしれない。で、それうまい。いやー、これやばくね？これやばいっすよね、普通に。これ止めれる気しないんですけど、僕だったら。え、ないと。あー。いやー、やばい。いや、やばくね？いや、けど防衛がうまい。いやー、いい防衛。いやー、待って、ランバーめっちゃ刺さる。だからこれロケットがヒューですよね。いやー、めっちゃいい試合するやん。
いや、これ勝ってほしいな。さあ、ケンツメシ選手、勝てるのか。いや、相手のデッキ完成されすぎてません、ね、だってこれやばいっすよね。ダクネ、もしこれでダクネの枚数があってダクネのレベル5とかだったら強すぎまで。ああ、行き止ま登場。やばいやばいやばい。いい。あ、これ美味しい、これ美味しいけど、アドがやばいっすね。今エリポンで溜まってコスがケンツ5ぐらいだったんで、5、6、エリポンも7アドぐらい取られて、いやー、これ守りたい。守ってクロスなんでワンチャンがあるっすね。しかも相手ザップとかもないんで、いやいい位置、アーチャーの位置がいい。いやー、これやばい。なんかいや、雪玉が強い。これさては、気のせいかわかんないですけど、次やってね。おお、いいけど、これ守る。ああ、おお、いい、ファイブファイブ、おお、コブリ、いい。歩くね。うまい。これ入った、決まった。え、来た、これ勝った。いやー、雪玉がいい。お、すげえ。うわー、ナイス勝利。マジでナイス勝利、ほんまに。いや、これはグッドゲーム、普通にグッドゲーム。うまっ。いやー、これはうまい。あ、次イケズバが行くみたいなんで、それ見た後にその後行く。いやー、うまいっすね、今のはうまい。あのゴレ出た瞬間に逆サイクロスはすごいな。いやー、よくやりましたね。これ次イケズバさんですね。翼は多分枯渇なんですかね。で、そのジェンコって各個人のあれなんですよね、勝率っていうのかな、今までの試合の記録を全部取ってるんですよね、その準備日から。で、イケツバはその中でも特に勝率が低い人です。クラン対戦の勝率が、言っていいのかな、 36%。 これマジっす、これマジ言っていいのかな、もう言ったからいいや。そう、 36% で良くないんですよね、この子良くないんですよ。なんで、今回はマジで勝ってほしいですね。でも、ちなみに僕はマジで結構いいぐらいで、ほんまに9割ぐらいありますね。クラン対戦はなかなか調子がいいですね。はい、って感じで、翼、これは相手は三重士っすね。これ多分、しかもゴレかジャイの可能性もありますね、相手。いやー、ワンチャン負けそう。あー、まあ。さあ、頑張れ。翼は得意な枯渇で、プリンセスがないのが意外としんどいかな。でもこれバルキリーで右を抑える。うわー、いやー、これザップくる。いや、僕ね、これちょっと待って。ああ、まあ、悪くないですね、悪くない。で、バルキリー入る、もう一発。いや、でかい、これいけますね。頑張って。いや、待って、この流れで、外役デッキ使うのやばくないですか。さすがに遊んどんかみたいなのなりそうですけどね。いやー、大丈夫か、さすがに頑張ろう。これは、おー、うまっ。たまたま、今、左側通ったのに、ディガー右側に出ましたからね。あれはやばい、ギガークっすね。はい、流れは、いやー、ここっすね。流れはいいんですけど、この三重子の処理がめっちゃしんどいっすね、これ。おー、うまい。いや、めっちゃ入るけど。いや、これやばくね。だって、インドラ溶けてジャイ残って、え、さては、これ、やばい。このディガーもやばい。あー、これはやばい。いや、いいファイスピ、いいバルキリー。やばい、マスケが入る、やばい。そのエリング、やばい。やばい。さてはやばい。あと500。けど、これバレルロケット、ワンチャンバレルロケット、ロケット。あ、バレルディカ、お、来た。いやー、GG! いや、相手のエリポンクドもおかしいですけど、このディガーバレルはうまいですね。いやー、ナイス勝利。ってことで、ここですね。ここで流れを一気に持っていきたいなと思います。よし。いきます。こ
これですね。よし、いきます。いや、マジで勝ちたい。さすがに勝ちたい。これ負けたらほんまに怒られはしないですけど、よくないよくない。周りから煽られる煽られる。よし、勝ちます。よし、ちょっと集中します。よし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 、マジで集中するんで。いや、これロケット打ちたいな。普段なら打つから打つ、普段なら打つから打つ。よし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 、これはやばい。ここ防衛っすね。これする。これは迫撃警戒で前からです。これですよ。よし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 、うおー、やばい。それ、あーいい、バルキリーがいい。逆サイ相手大砲、はい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 。いや、アイスイズ5、5月で、で、マスケが来るんで、リガー飛ばしたらマスケ来るんで、マスケ確認してからポイズンしたいです。が、他が来るか。あーちゃーちゃーちゃーあーちゃー、ポイズンでいいや。迫撃来たらラッキー。さすがに来ないです。いや、いいよ、流れがいいよ、いいよ。まあまあまあ、今度はテスラ読みのナイトですね。まあそこ、いやー、よくねよくねよくね。ってこれあれっすね、することないすることない。よしよしよし、気持ち気持ちよかったよかった。あれアイスボム的なやつ、毎回名前忘れるんですよ。雪玉っすね。雪玉が意外といい。え、待って、やばいやばい。これやばい。やばい。え、待って、マスケ強くね、その位置。なんか。いや、これはまあ、バルキリー一発。いやー、よくね、よくね。これやばいっすね。さてはやばい、さてはやばい。え、さてはやばい、さてはやばくなってきた。一回落ち着こう。ちょ、待って、ほんとにやばい。これポイズンでちゃんと防衛して、よしよしよし。よし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 。やばい。いや、ターゲットいなくなる。まあ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 。焦ったらダメ、焦ったらダメ、焦ったらダメ。これはマスキが邪魔なんで、マスキを処理します。オッケーオッケーオッケー。いや、することない、することない、することない。これ雪玉で処理して、からのテスラ。あー、やばいやばいやばい。やばいやばい、やばい。待って、これ負けるかもしれない。ほんまに。で、これ引き分けも負けになるんですよ。だから引き分けもダメで。いやー、やばいな。まあまあ、一発一発、一発なら OK。セルフセルフ。いや、これは勝ちますよ。こっから勝ちますよ。ん？え、そんな事故みたいなタイミングある？美味しい美味しい。美味しいけどな。いや、美味しい美味しい。ファイブ来るんで、その瞬間にバルキリー。よいしょ。来なかったけど。これはもうここにテスラでマスク処理して、相手に迫撃を犯せないようにして、よし。うまい。それうまい。これマスク処理。いやー。やばい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 。これやばい。これはディガー奥に飛ばせば、迫撃が奥にターゲット取る。よしよしよし。で、まあ、テスラ置いて、ちょい、バルキリーは取っていきたいですね。え、これ待って、610。あー、惜しい惜しい、610が惜しい。え、待って、雪玉。59。600、ん？待って待って待って。待って。確認して確認。570、40あればいい。勝った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 。ほんとに？よいしょ。しょん。よっしゃー！来たー！よーし、よし。よかったー、よかったー、めっちゃくちゃギリ。
やーマジよかった、マジよかったっていう感じで、まあ普段こんな感じでですね、みんなでちょ待ってはこれはひどい、ひどっ。いやまあまあこんな感じですね、普段まあみんなでクラン対戦をですね、まあやっていますっていう感じで、今回は以上になります。いやーこれひどいな、これはひどい、この人たちひどい。よしよしよし、ということで以上になります。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。ではバイバイ。